俺フルハウスドーン。うわ、ブラフじゃなかったか。バトラがでかく張るときは役なしのことが多いと思ってたんだかな。そう思わせるためにここまで負けてきたんだぜ。最後に勝つために負けを布石する男、後ろ宮バトラ。おお、バトラすごい、バトラすごい。マリア、またコインなくなっちゃった。私のコインを分けてやるよ。一緒にバトラをぶっ潰そうぜ。そろそろお腹が空いたね。夕食はまだかな。さあ、そろそろじゃないかな。今夜はゴーダさんたち、ずいぶん張り切ってたな。ってことは、ずいぶんと期待できそうだぜ。俺の6年ぶりの再会を祝してかな。さっきシャノンに聞いたけど、ハロウィンパーティーがあるって言ってたよ。ホールで一食形式でやるそうだよ。すごいね。ハロウィンパーティー、すごいすごいすごい。お、はーい、どちら様？おお、エンジェか。起きたか。あのね、晩ご飯だからお屋敷行くって、準備しなさいって。ほらガキども、飯だぞ。行く支度をしろい。今日はなんだか素敵みたいよ。楽しみね。うん、マリア知ってる。ハロウィンパーティー。ハロウィンパーティー？マリアだけ知ってて、エンジェは知らない。お母さん、ハロウィンパーティーって何？さあ、何かしらね。行ってのお楽しみね。みんな、ええか、そろそろ行くで。皆様、お揃いでしょうか。ご案内いたします。マリア、こっちいらっしゃい。襟が変よ。ああ、お腹空いちゃったわ。親族会議の一番の楽しみは食事よね。エンジェちゃんはお腹空いた？うん、空いた。エンジェ、空きましたでしょ。いいのよ。そうよね、お腹空いたわよね。おばさんもお腹ペコペコよ。よし、出発するぞ。表は風も強いみたいだからな、傘を飛ばされるなよ。皆様、傘をお持ちください。はい、エンジェちゃん、傘ありがとう、エヴァおばさん。やっぱり女の子は可愛いわね。今度おばさんのお家にも遊びにいらっしゃい。約束よ。エヴァおばさんってエンジェのこと気に入ってるんだ。うん、母さんは本当は娘が欲しかったらしいんだよ。ああ、聞いたことあるぜ。小さい頃私も随分可愛がってもらった気がする。うちのママは本当は男の子が良かったって言ってたよ。うん、元気に生まれてきてくれれば性別なんてどうでもいいのよ。マリアは大切な大切な神様からの授かり物なんだから。Thank you.
よう、バトラー。おう、マリア、久しぶりであるな。ベアトー、ハッピーハロウィン、トリックオアトリート。お菓子はあるが今はやらぬぞ。食事の前であるからな。ありがとう、ベアトリーチェさん。相変わらずお美しいわね。ローザこそ子持ちとは思えんぞ。お前少し出来上がってねえか。耳が少し赤いぞ。ん、あの後ちょいとそのかな。金蔵が珍しい酒を手に入れたというのでな。まあそのこんなちょびっとだ。食事の前のお菓子は自重するのに飲酒は自重しねえんだな。失礼いたします、ベアトリーチェ様。親方様がお呼びでございます。やれやれ、セレモニーとは。金蔵も形式にこだわる男よ。例の黄金の返還式うんぬんってことなんだろ。後宮家にとっては一つの大きな節目なんだ。付き合ってやれよ。ちと寂しい気持ちもあるがな。後宮家顧問錬金術師であることはこれからも変わらねえさ。であるな。ではちょっと行ってくる。後ほどな。源氏の話によると今日のパーティーちょっとした趣向があるらしいぞ。楽しみにしておれ。用意したのはお前じゃないだろうか。いちいち細かい男よ。では後ほどな。お兄ちゃん、今日は何かあるの？何か特別な日？後宮家にとっては特別な日だ。だが援助とは関係ないから気楽にしてていいんだぜ。うん、あ、そうだ。ねえねえお兄ちゃん、聞いた？さっきエヴァおばさんからね、すごい秘密を聞いたの。マリアお姉ちゃんも知らない秘密、お兄ちゃんにだけ教えてあげるね。ほう、秘密ってなんだなんだ。うん、あのね、アーモンドが入ってたら当たりなんだって。当たりってくじ引きか何かの話か？とにかくアーモンドが当たりなの。わかったわかった、大切な秘密を教えてくれてありがとうな。お兄ちゃん嫌い。せっかく秘密を教えてあげたのに。皆様、ご静粛に願います。三代にわたる黄金の魔女ベアトリーチェの恩、後宮家は未来永劫忘れることはないであろう。やれやれ、しまう場所もないが特別に引き取ってやろう。ベアトリーチェ様。
後宮家顧問錬金術師ベアトリーチェである。今宵を持ち10トンの黄金の貸し出し契約の終了を受け入れるものである。我が祖母の代より数十年片翼をもがれたわしは再び飛翔の時を迎えた。わらわはそれを見守り、子子孫孫までの未来永劫の繁栄を心より祈るものである。黄金の魔女ベアトリーチェは名を受け継ぐことで千年を長らえる魔女である。よって彼女の子子孫孫に至るまでその全てがベアトリーチェであり、その全てが当家の顧問錬金術師なのである。後宮家子孫一同はベアトリーチェの恩義を永遠に称え、子子孫孫に永遠にそれを伝えるのだ。ベアトリーチェは未来永劫後宮家の恩人であり、尊い絆で結ばれた家族なのである。ご承認いただける方々は拍手をもって承認をお願いいたします。ありがとう諸君。ベアトリーチェよ、そなたは後宮家の一員だ。それは血より尊き絆によるものだ。金の貸し借りの縁は血より大切であるからな。ベアトリーチェ様。お前たちがそれぞれ金に苦労しているのは知っておる。それらの問題は全てこれで解決できるであろう。ただし心せよ、これは死を待たずして与える遺産である。私はお前たちを厳しくも常に見守ってきた。しかし今宵をもってお前たちの父はそれをやめるのだ。私は雲上から見守るかのごとくお前たちが飛翔するのを眺めているだろう。もはや何の口出しもせぬ、そなたたちの生きたいように生きるがよい。お、親父。お父様。わかりました。私たちは必ずや飛翔してみせます。兄弟で力を合わせ、後宮家をますますに繁栄させることを兄弟一同ここに誓います。さやね、わしらは力を合わせたら向かうところ敵なしや。
じないわ。これも全部お兄ちゃんの茶番なんでしょ。お前は何を見たら聞いたら信じることができるんだ。赤で深き真実で言ってくれたら。赤で言えなければ全ては嘘なのか。信じない。私はこんなの。